はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語文節の働き丸5をお送りします。で、前回ね、並列の関係についてやって、で今回は補助の関係、これが主役です。で、これで関係はね全部終わるんですけど、で今回は全部で8問の問題がありますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね説明しながら問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方から問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず問題解く前にね、ちょっとポイントを確認していきますが、今回はさっきも言ったように補助の関係、これが主役です。で、補助の関係何かっていうと、一応読むね。下の文節がすぐ上の文節に補助的な意味を付け加える関係を補助の関係というと言います。まあ、だから補助するんです、文節を。で、まあ、どういうのかっていうのはこっちでやっていくんですが、今回のこの補助の関係で関係が終了です。で、一応復習しましょう。4つね、全部で。で、1つ目が手術の関係です。まあ、主語述語の関係ね。で、2個目が就職非就職の関係で、3つ目が前回の動画でやった並列の関係、4つ目が今回の補助の関係です。で、このね問題を、まあ、補助の関係にある2文節に線を引いていこうという問題やっていきます。でね、ちょっとね、サクサク答え書いてるからちょっと見ててください。まず1番、解き方を教えてほしいです。で、これどこかっていうと、答え書いちゃうね。これ教えてとほしいです。これが補助の関係になります。で、3問ぐらいちょっとやってしまうので、ちょっと見ててください。次、雨が降っているです。これも降ってといるになります。で、次、この歌を聞いてみるです。これも聞いてみる、こんな感じです。で、この補助の関係、目印になるのはこの手なんです。手で、あの文節のさ、切り方をやった時にね、この初期の方の動画ですけど、で撮った時にも言いましたけど、手って切るんですよね、文節で。教えてね、欲しいねって、雨がね、降ってね、いるねって切るんだよ。ほにゃららてほにゃらら、まあほにゃららでもありますけど。で、それは基本的に補助の関係になりますが多い。だからこれも聞いてみる、この歌を聞くでもいいんだよ。でも聞くって意味に見るを付け足してるの、だから聞いてみるになる。解き方を教えるではなくて、教えるっていうことに欲しいを付け足して教えて欲しいになるんです。雨が降るでもいいんだけど、降るにいるを付けて降っているになるんです。これが補助の関係っていうのを、目印が分かると手紙を送ってもらう、これは送ってもらうなんです。これが補助の関係になる。いい？彼の話につい笑ってしまう、これも笑ってしまうんです。彼の話につい笑うでもいいんだけど、笑うにしまうを付け足して笑ってしまうという意味になると。で、基本的に手で通る、補助はね。でも、もう一個あって、これです。新しくないが、性能が良いというね、この部分。手がないんです、これ。で、これ、どこかっていうとね、答え書いちゃうね。これは、青でいいね。新しくないが、ここが補助の関係になります。で、ないの切り方って確認することがあって、和を入れるんだよね。で、新しくはないがと、和を入れて意味が通れば文節を切ります、そこは。でも意味が通らなかったら切っちゃダメだからね。で、今回は新しくはないがって意味がわかるので、ここ切れるんです。新しくね、ないがねって切る、文節として。で、ないっていうのも補助の関係の目印になります。いいかな。だから、ないが出てきた時は補助かなと思ってください。こんな感じね。でも切れない文節はダメだよ。で、これが補助になる。で、次、母に買ってもらう服はこれですと。で、どこかっていうと、手があるもんね。だから、買ってもらうと。ここが補助になる。そして最後、大切な手紙をケースの中にしまっておく。これも手がある。しまっておくと。いいね。こんな感じで解いていってください。で、ちょっとサクッと終わりましたけど、まあ、たまにはいいね、こういうのもね。では、
今回は中学校国語文節の働き丸5をお送りしました。今回はね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回はですね、ちょっとタイトルも変わって連文節についてやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。